レイさんすごいことになってます。すごあの今すごい画力がある絵面になってるんじゃないかなと思いますけども、今回後半悲願ボリューム2ですね、はい、今回は、皆さんにスタイリングを組んでもらったということで、レディースにメンズにやってもらいたいなと思います。すごいみんなでね4人で組んだのって。まずはレディース行かせていただきます、はいはい、どんなものになるかめちゃめちゃ、はい、想像つかないから楽しみです。特にテーマはないって言いましたね。テーマは悲願、悲願っぽい、はい、テーマをつけないのが悲願流、はい、でも後から龍之介くんがあの大喜利やってくれますから、はい、もう適当にその場でまだほんまに昨日さーっと作ったんで、はい、じゃあ行ってきます。でーでーん、こんな感じになりました。なんか私悲願の一部になった感じがするなりました、なりました。これはどんな感じですか。まあ、特にテーマはあれですね、うん、まあやっぱり夜の蝶夜の蝶いただきました。愛した男性はこの世で一人。なるほど、感じで、まあ、夜の蝶、銀座じゃなくて高円寺ですけどねってまあこれはあのディーチが組んだスタイリングですね。これはそれぞれちょっとじゃあ説明してもらってもよろしいでしょうか。全身古着なんですけど、うんうん、まあ、フリードになってて、うんうん、ここが前止めできる形で、うんうん、まあ、ちょっと銀のスパンコールバラってなってて、うんうん、でインナーがこれちょっと見にくいですけど、蝶々夜の蝶だからだけにねあ、そうですよ、そうですよ。なるほど、ここですよね。はい、ギランギランのギランギランのビカンビカンの下はウエスタンブーツ履いていただいてて、この中の着てる金のスパンコールなんですけど、うん、分かれてて、うん、でこれが蝶々なんで、だから夜の蝶、蝶々っぽく。なるほど、気づかなかった。塩味服のディテールってことか。あ、そうですね、はい、そっか、後ろまで見る余裕がなかったよ、はっきりキラすぎて、うんうん、ここまでスパンコールつけてもらったの初めてです、はい、でもなんか色味的には赤と黒が主体だから相応は合ってるからバキバキなんだけども、あの崩れてないって感じ。じゃあ一旦スタッフの子も紹介したいんですけど、その前に私あの三つ編みしなきゃいけなくて、そう三つ編みしてほしいらしくて、皆さんもうすぐ三つ編みしながら なんでここ入ることになったんですか。そうしますか、じゃあ名前から聞いていこうかな。名前は、名前はアキトって言います。アキトくんはどこから来たの、はい、僕福岡出身で福岡から、はい、来ました。このここの祈願だけのために、はい、あ、そうです、はい。どんなお客さんが多いの。なんか大学生とか、うんうん、まあ、高校生ももちろん多いんですけど、まあ、若い層が多いですね、うちのお客さんは。これ何着てんの、まあ、これ全部、一応古着なんですけど、うん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 、なんかここについてるのは自分でやったの。あ、そうです、これリメイクで、なんか昔なんかどっか引っ掛けて破れちゃって、はいはいはい、でもこれリメイクするかって言って。で、そのトップスは結構 XXXL がでっかいの、4XL とかでっかいね、うん、で、下がショーツ履いててピンク、かわいいピンク、ね、これはリーチさんからいただいたやつ。なるほど、この時期はいただき物が多いんですよ。 あと帽子は、あ、帽子もリーチさんからいただいたはい、俺からもあったやつじゃないや、あ、違いますね、これは俺のそこはもうちょっと恩着せさせてもらおうけどねウッド感ってやっぱりオーナーはやっぱりカフェットと可愛くなったよ。完璧です。三つ編みいいやん。で、もう一人いるんだよね。大丈夫、三つ編みしなくて。あ、僕は大丈夫です。僕はあの新入りです。めっちゃ新入り。はい、お名前は。凛太郎。凛太郎くん、どっから来たの。大阪から。大阪が、いつ来た。ほんまに1ヶ月もないぐらい。洋服聞かせてもらいたいなと思って、まず帽子から。これも古着ですね、なんか。アメリカで結構名作って言われてる帽子で、うん、なるほど、好きで集めてます。同じ形とか同じ色で、あ、そう、あ、色が違う、なんかここの柄が、うん、この柄みたいな、後ろの柄があって、うんうん、色違いがあって、いっぱい持ってんだ、はい、で、いろいろ着てるんですけど、まあ、じゃあ水色のインナーがスパンコールかな。古着でスパンコールの半袖、ブラジャー、ブラジャー、はい、この古着です、はい、この古着。ネックレスがもう古着屋さんで、で、このつぶつぶはあの三影シーンって置いてるブランドなんですけど、うんうんうん、リーチさんからお借りします。リーチ派ですか。リーチ派ですか。たま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 たリオのスケ君がで、ちょっとキッチュは可愛い時計みたいなやつ。そうです、チャッチー。おなにこれ、開いた。おもちゃなの、多分おもちゃ、なんかもらい物なんですけどすごいそして、パンツが結構履いてるんだけれども、そうです、中も中のパンツが普通の古着で、はい、ベルトは悲願で、悲願で、はい、で、パンツの上のパンツ、はい、このキラキラのやつね、舞台衣装的な
そうだね。後ろどうなってるの？あ、これ尻尾つけて。尻尾つけてて尻尾ってその軽々しくつけるもんですか？あ、そうですそうです。そして、靴が靴も古着で古着でじゃあ2体目。はい、じゃあ2体目、うん、またレイさんで、はい、うん、レディースお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。じゃーん、これが2体目でした。すごい。いや、いいっすね。いや、全身黒、全身ブラック。今回のじゃあ大喜利テーマは何でしょう？まあ、これはパリじゃなくてイタリアの大物インフルエンサーがドーベルマン3匹連れて散歩してますっていう時の、はい、こういう感じ。なるほど。彼氏もちゃんと大物アーティストって。大物アーティスト、ドーベルマン3匹、はい、じゃあそれぞれどんな感じかと言いますと、普通のあのドレスの下に私シャツ2枚着てるんですよ。まずどんな感じですか、これは。やっぱり一番はメインはこのドレスなんですけど、うん、ドレス単体やったらすごいちょっと高貴な印象があるんで、それをもっとファッションに落としてほしかったんで、うんうん、でシャツを2枚入れたんですけど、最初はこの1枚だけやったんですよ、うんうん、ちょっと足りんなと思って。足りない、うんうん、上にもう1枚紫と黒のものを入れたんですけど。なるほど。で最後にベルトでちょっと巻いて印象付けてるんですけど、やっぱり後ろの姿がすごく素敵なんで、うん、プロポーションがよく見えるよね。そうですね、うん、もうシャツレイヤードしたことによってこのちょっとずつこう細くなっていく感じがすごいバランスよくて、ちょっと一個こうやってまたシャツ挟むだけで全然またちょっと色がそのやりすぎた感もなく、こういうのもやってったら絶対いいと思うんで、うん、自由な発想で一つの生地として捉えるみたいな感じですかね、うん、キャンバスです。ほう、キャンバスです。まだ名言出たよ、はい、毎日作品が生まれてます。こうやって毎日作品が生まれてます。ポエマー、それをインスタに載せてって今インスタのハイライトにまとめてってるんです。こう、あ、このスタイリング良かったなみたいなのにスタッフのみんなでやってたらお客さんに、あ、そうなんだ、まとめたり。じゃあ彼岸のインスタってプロフィールのハイライトに、そうですね、プロフィールのハイライト、うちは特になんか余計なことを載せずにもうスタイルだけ見せたいんで、本当にインスタもそれだけスタイルだけ見せる感じで、うんうんうん、3体目4体目はメンズで組んでもらいたいなと思います。誰が来てくれるんだっけ？はい、僕が来ます。です。はい、はい、お願いします。おお、こんな感じになりました。はい、これは誰が組んだのかな？これは秋人が。たくんは、はい、じゃあ龍之介くん、大喜利のテーマは？はい、大喜利のテーマ、これは秋人が用意してます。雨上がりの虹。はい、オーバーザレインボーですね。靴以外はもう全身古着ですね、今。このジャケットの下、これはどこに何がこうしてるんだ？ですね、これはまず中がジャケットなんですけど、はいはいはい、ジャケットオンジャケットをしていて、はい、で、スカートの下にパンツをレイヤードします。なるほど、でなるほど。その上からシャツを腰巻きで、腰巻きにしてるんだ。してあ、これなんだろうと思ったんだよね、はいはいはい、あんで靴だけ違うんだっけ？これシューです。これも普段僕らが結構ジャッキジャキなんで、まあ、ちょっとメンズで見せるのは、まあ、ちょっとシンプルにいこうかと。シンプルに、まあ、ちょっと悲願でよくささっと組める感じの、これメインにしたらこうなったっていう。そうそう、なるほどなるほど、うん、まずこっちが決まってたと、はいはい、そうですね、これを着たいなっていうところで、うん、レインボーだもんね。なんかやっぱり確かにこの感じだったら水色くるもんね、こんな感じだったら。はい、じゃあ4体目ラストは誰が着るの？はい、はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、じゃあよろしくお願いします。おー、来ましたね。カラフル、カラフル。いや、素晴らしい。龍之介くん、今回の大喜利テーマは？いや、今回は、うん、もうドストレートにもううちらしく、もうちょっとジョジョの世界観というか、もうジョジョっぽい感じで、なんか色使いでやるとか、なんか服のシルエットの感じも、うんうん、これも完璧です。しかも面白いのが、後ろ向いてここでね、シルエット変えてるの、ゴムで。本当はそう、結構これがジャケット、なんかその発想が自由。今も全部ユーズド古着で、うんうん、ジャケットとインナー半袖の、うんうん、T シャツっていうんですかね、まあ、うん、の T シャツで、なんかここすごい目あるんですけど、それあのそれがなんかちょうど乳首ラインに目があるんですけども、で、パンツオンパンツにしてるのかな、この水玉のパンツの、上に舞台衣装なのかな、これで、ギラッとしてるけどキャップ。これ外してもいい、後ろ外したらどうなる？これもただもうほんと部屋ゴムで留めてるだけなんで、うんうん、外したらまあかっこいい。
外したら外してるね、うん、こなれた感じが出ます、うん、計算されてるのここにもちゃんとスパンコールついて、うん、目にもスパンコールついてここにもちょっとちょっとスパンコールついて、うん、その方がね細かいところのディテールが交差してるところが上手だなと思います。そうです。この帽子もやっぱりこんな感じで外れてるんじゃなくてちょっとこの斜めにかぶってる感じがすごくいいです。顔ちっちゃいし顔綺麗だしスタイルと服のセンスと顔ももう全て整ってやっとスタッフになれるっていう。なるほど、はい、三位一体なわけですね、はい、この間すごいスタッフ募集して、うんうん、その中でもう唯一一人だけでこれ残ったと思うんですけど、そう結構募集来るでしょうここだったら。そう結構もう募集来るとか結構連絡も普段からもらうんでめっちゃ連絡来るなと思ったんで、うんうん、結構強気な文章でもう、うんうん、もう面接をお願いしますっていう連絡がなるだけ来ないようにもう強気な感じで本当に最初から振り落としたので15人ぐらい集まってでそのうちの人で、うん、精鋭じゃないですか。精鋭です。たくさん服は着てる方だと思うけどこの着方はなかったなっていうのとやっぱ楽しいなんかなんだろうなしがらみがなくファッション楽しんでる感じがすごいするからそれをこうそれが一番伝わればよかったです。伝わってます。楽しいっていうのは今日ファッションって楽しいが伝わればうんうんうん、うん、めちゃめちゃ楽しいの伝わりました。それが一番いいことです。皆さんどのスタイリングが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと龍之介くんお知らせがあるということで、まだ6月15から23までの間でコンダクターっていうブランドのイベントがあります、うん、もう過去のアーカイブが並ぶのはそうですけどコンダクターの過去のアイテムをリメイクしてうちの服とのさらにスタイリングも掛け合わせて、うん、ちょっと一体融合で新しいまたスタイルを見てみようみたいな感じですね。よかったら見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。